まあ、全日本デビュー戦トップ争いして、まあ、3位ですけどいかがですか。まあ、単純に本当に3位にデビューから上がれてとても嬉しい気持ちです。まああのね、結構前田選手、星野選手いて、まあ、パシフィックポイントも探してたと思うんですけど、いかがでしたレースは。本当に最初はちょっとついていけるか不安だったんですけど、あの徐々に自分のペースを上げることができて、で前田君に追いついたんですけど、あのコーナーの立ち上がりで離されて進入で追いつくっていうのの繰り返しになってしまって、前に出ることまでには至らずにこう苦戦してたところで、あの星野さんがに抜かれて、本当はそこでついていきたかったんですけど、なかなか雨も強くなってきてちょっとペースが乱れてしまって前についていけなかったので、まあ、こう3位のままでチェックになってしまってちょっと悔しかったですね。まあ、でもね、あのホームコースということで、まあ、いろんな方が応援に来てくれたと思うんですけど、まあ、応援してくれた方に一言お願いします。でも本当に昨年までこの全日本っていう場に出れるか出れないかちょっとかなり迷ってたんですけど、多くのスポンサーさんやあの観客の方やチームの関係者の方々に支えられてここに来れたので、すごい感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。